きといえば、えぇ、手ほどき、自ら激辛コースを選んだやつがな、あのカレーの質問ってそういお尻の穴が痛くなるほどの激辛好きがあだに出ましたね。諦めま、どさくさに紛れて変なこと私程度がお前のような、行きますよ、ヨダカ、私たちの道を切り開きます。なかなず、ず、ずるいか。覚えておけ、テラ。ステラギア、アストライア、道を切り開きます。私たちの旅は誰にも邪魔させません。沈んで、行動を開始する。支援しよう。まだ元気があるみたい。あの機体は、そうだ、メイが観測した戦闘、説得のための対話は大いに結構でなければお前の言葉もの、はい、目の色が変わったか。どうやら思った以上の見込みは。行きますよ、ヨダカ、私たちの道を切り開きます。行動を開始する。援護する。
きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。証拠りもなくまた来る。どきなさい！行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。行くぞ、支援しよう。さて、誰にしようかしら。高射程高火力のこの武装なら。されるわけには。その石ごと食らう。行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。私が落ちる。行動を開始する。援護する。証拠りもなくまた来る。
くらえ。私たちの旅は誰にも邪魔させません。行動を開始する。支援しよう。証拠りもなくまた来る。落ちろ。やるじゃない。行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。行くぞ。滅べ。このくらい平気です。私たちの旅は誰にも邪魔させません。行動を開始する。支援しよう。行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。行くぞ、援護する。ステラギア、アストライア、道を切り開きます。相手をしてやろう。落ちろ。このくらい平気です。大した傷じゃない。行くぞ、援護する。
ヤー、道を切り開きます。行け。損傷甚大か。まずいな、この距離なら外さん。やるじゃないか。あとは下がって。すまない、撤退する。なるほど、それが今のお前の実力か。レベルアップです。頑張っても届きませんでした。荒削りだが筋は悪くない。あとは訓練あるのみだ。はい、でもおかげでなんとなくですが。一度でそこを感じ取れるとはなかなか見どころ。ふっ、こいつは褒美だ。手ほどきが必要な時はいつですから。そんな性癖は持っていませんってば。もうヨダカのせいですからね。もし変な噂が広まっていたらバラしてジャンクにしますからね。その場合マスターがどのような反応を示すのかと。刺激されないでください。すまない遅く。お疲れ様、ウーさんちゃん。飲み物はいる？いや気を使わなくていい。で、ヒミコの星読みはどうだった？残念ながらうまく隠れたのか。なら月の意志は感じられない。そっちもダメ、離れすぎたせいもあって全然。そうか、となると。でもすごくわずかだけどと。別の星の意志。うん、遠すぎていつまではわからないんだけどね。アステリズムがこんな状態じゃなければ探しに行きたいんだけど。それで彼女テラはどうだ？実際に戦って確信した。荒削りだが操縦技能、立ち回り、戦術、とても素人のそれとは思えない。初戦闘ながら月でダークギアを退け、ここまで生きてこれたのも偶然ではないだろう。では彼女はどこかでパイロットとしての訓練を受けていたというのか。断言できないが可能性はゼロではないだろう。記憶喪失と言っていたが、何かを隠している線もあるというわけか。引き続き彼女の監視を頼む。了解した、隊長。いや、今は艦長だったか。すまないな、仲間。気にするな、この手の役回りには慣れているさ。そうだったな。この男か。地球連合軍月面基地所属、星野王子総長で。下級士官か。珍しく貴様が紹介したい者がいるとわざわざ私に会いに来たと思えば。404特務、あなたのところで彼。何を言うかと思えば話にならんな。だからこそさ、なんせ彼は先日リレイヤーと交戦し唯一の生き残ったパイロットなのだから。ほう、貴様がこの場でその名を口にするということは。ああ、不幸に彼は知ってしまったのさ。このせ、俺は奴らとスターチャイルドに部下を殺された。仇を討てるなら何だってする。復讐か。辺境の基地の所属とはいえ彼はなかなか優秀でね。跳ね返りや問題児ばかりの部隊をうまくまとめ。ほう、もう一度。星野王子総長であります。星野総長、君に一つと。俺のないのであれば
考えておくことだ。それが、はい、私の権限により現時刻をもって星野総長の階級を第404リレイヤーとスターチャイルドから生き延びた機関のその腕と幸運を人類は、あ、さてこちらの歯車が動き出した。どうしたんだい？どうしたんだい？テラと彼女の機体順調に操縦や戦い方を覚えていっている。今まではシミュレーションだけだが、そろそろ能力の方も問題ないかな。もともと無自覚にステラドライブを稼働させてただけあって、機体の方も修理は終わっている。積み替えたコックピット周りのアストライアはコックピットが旧式し、どこかのバカが積み替え前に地球に落としちまったからな。う、別に今その話をしなくても。あの艦長、部屋の今日アストライアの調整が済み次第テラを紹介に出したい。この中域で実戦決、もちろんここが海賊どもの狩り場である以上、私の経験上奴らの艦長、僕からも頼む。理由を、現在この艦が搭載しているのは通常とてもではないが、電磁波や瓦礫が散乱するこの中、現に先の戦闘では潜伏するリレイヤーはこの艦の管理者として、艦およびクルーの安全はな。フルートちゃん、それってメイトは文字通りこの艦の頭脳だ。自慢ではないが、いかに頭脳が優れ、なるほど、わかった。二人を紹介に出そう。おやさん、調整。おう。というわけだ。よって、要は新人の子守。ごめんなさい、マーキュリーさん、うまくできるかわかりませんが。大丈夫よ、任務である以上あなたがどんなポカをしても。テラ、索敵をメインとする紹介任務は使う時に乗るマーキュリーのお箱だ。はい。よし。それにしてもマーキュリーさんってすごいですね。当たり前でしょ、私はあの人の妹と。あの人、あ、そうだテラ、マーキュリーの友達になってやっ、はあ、サンちゃんナイスアイデ。マーキュリーのやつこんな性格だから友達いなくてな。何でも器用にこなすけど、ぼっちって何勝手なことを言ってるのよ。じゃあいるのか。サンがいるじゃない、同年代で。友達がいないんじゃないの、不要だから作らないだけ。やはりいないのですね。なんですって、ポン。あの、私でよければ友達になってくれませんか。ずっとヨダカと旅をしていたので。え、結構よ、友達なんていらないわ。少し考えてな。本当は欲しいのでは。素直じゃないんだから。あんたたち言いたいことが顔に出てるわよ。はあ、しょうがないわね。あなたがどうしても。本当ですか。ただしスターチャイルドとして私の友人に足り、私と友達になりたければせいぜい頑張って。はい、マーキュリーさんに認められるように頑張ります。時間だ、テラとマーキュリーは各自搭乗機へ。資源衛星ベスタ、かつて人類の宇宙開拓を支えた小惑星をめぐる二国間に生じたいさかいが次第に大きくなり、やがて何かの戦争を無名の戦士として戦った彼女たちは、やがて心に星の意志を。やなんだか薄気味悪いとこ、なぜでしょうか。かつてこの中域では戦争が行われました。戦争、事の発端は宇宙開拓用の資源として火星と木星の間にある小惑星帯から、改め資源衛星ベスタの所有権。はじめは小さな火種がやがて大きくなり、
事態を重く見た地球政府軍が介入し、今では暗礁宙域と呼ばれていますが、ここは何千人の人間の未練か怨念か分かりませんが、宇宙なのに人影が見えた。悲鳴が聞こえた。どうしてそんな話を任務中にする。出撃前、卑弥呼からマスターにも宇宙のロマンを味わって。頼まれないでください。もう私がこの手の話が苦手。はあ、まったく任務中なのに気楽なんだ。マスター、そこの瓦礫の陰に何か巨大な物。ええ、知っています。ハーシャル。マスター、なぜレーダーでも詳細不明な恐竜物の情報を知っているのですか。なぜって、それは。この音、救難信号ね。一度アステリズムに確認を取る。紹介中の2人が受信した救難信号はアトラス。アトラスコーポレーション、通称アトラス。金融通信業を中心とした財閥系軍事企業の最大手さ。重機のみならずクエーサーも生産している。その歴史は古く、現在も秩序を重視した経営を行っていることから、本拠地であるベルギーでは議会よりも権威が。罠だな。路獲した艦の救難信号を取りに獲物をおびき寄せる。僕も同意見だ。現在の艦の状態と戦力では。それってつまり無視して通過するってこと？そうだ。僕たちは何。プルートと大安さんの考えには俺も賛成だ。だがアトラスが GT ラボにとって重要な取引相手である以上。本部のお偉いさんは何だって。アトラスに確認したところ、付近を航行中の艦が一隻、少し前からな。張本人に確認するか。普通これでは無視できないじゃないか。本部のバカ者どもが。たく、これだから温室育ちのエリートども。偵察には紹介中の機体を回す。いつでも卑弥呼とサオンを出せるよう準備させる。ということだから二人。はい、了解。ここが救難信号が発信されたポイント。戦闘は行う。肉眼、レーダーともに周囲にあるのは瓦礫ばかり。ゼータからデルタへ。獲物は2匹。予定よりちょっと少ないみたいだぜ。構わないわ。予定通り、初めは彼らをぶつけて。了解した。センサーに反応あり。装備が統一されていない。その機体のパイロットは聞こえてるか。オープンチャンネルで。俺様の名は宇宙海賊ジャック。海賊ということはやっぱり救難信号は本物だったんですね。気持ちはわかるけど落ち着きなさい。まだ罠じゃん。すまない、待たせた。二人とも、卑弥呼さん。お宝が自分からこっちに来てくる。いいか野郎ども。あ、ステラギアは人間同士で戦うために。卑弥呼、勘違いするな。ステラギアはリレイヤーか。その使命を阻む者がいるのであれば何者であろう。ステラギア、アストライア、道を切り開きます。太陽に挑むか。
ドイツにしてやろうか。援護するぜ。俺の番なんだな。こいつでどうなんだな。この宇宙は私が守るんだから。作戦行動に入るわ。支援するわ。この感じ、所属不明の新たな機影が接近。新手のクエスト、まだ仲間がいたんです。おそらく漁夫の利を狙った他の海賊がこちら。感じる、あの3機から星の意志を感じる。間違いない。なんだと。どうだ会長、間近で。ええ、あの機体には価値があるわ。でもパイロットは相変わらずはっきり言うね会長。そんじゃ会長、連中へ。ごきげんよう。あ、通信。私の名はミンタカ、宇宙海賊生徒会の会長にして。同じくアルニラム、役職は副会。同じくアルニタク、役職は初期兼会計兼庶務兼広報だ。オリオンのトリプル。あなたたちの期待をいただくわ。大人。やはり目的は超重。スターチャイルドである以上、超重力技術、それに私たちならリレイヤーにオリジナルワンを奪われるようなあなたたちより。そのオリジナルワンを取り戻すためにも交渉は決裂ね。真に欲しいものならねだらず、自らの力で勝ち取るの。私たちの旅は誰にも邪魔させません。俺様伝説の幕開けだ。死にやがれ。油断した。太陽に挑むか。少し黙ってもらう。援護するぜ。略奪の時間なんだな。この宇宙は私が守るんだから。強くなれた気がする。作戦行動に入るわ。任せて。お姉ちゃんに近づけてるといいんだけどな。ファーストスターがどの程度か期待していたのだけれども。とは言ってもよ会長、無傷での露獲が望ましいけれど。マジかよ会長。てか気象問題ないわ。宿主が死んだ場合。ステラギア部隊、生徒会を名乗る海賊に押されています。おじいちゃん、クエンサーを貸して。予備機で私も出る。バカ言うんじゃねえ。乗れることと戦えることとは別だ。でも卑弥呼たちがピンチなのに。いや大丈夫だ。どうやらく毎度 GT ラボからのぞ。やはり急いできて正解でしたわ。あんたが出る必要はないわ。面倒だけど主要の切除は私の仕事よ。相手お気遣いは無用ですわ。
ただの海賊風情ならまだしも。はあ、わかった。天の川に遅くなりましたが、天の川。あの機体のパーソン、目標を確認。攻撃開始。やるのね。落ちろ。レベルアップだ。どうやら少しはまともなパイロットだ。その動き覚えているぞ。お前まさかあの時の子供がスターチャイルドとなり。あなたは確か軍の。行きますよヨダカ、私たちの道を切り開きます。の幕開けだ。させるかよ。すまない、撤退する。修復するぜ。略奪の時間なんだな。ジャマーを起動するんだな。そんじゃ生徒会活動を支援なら任せてくれ。この宇宙は私が守るんだから。当たって作戦行動に入るわ。任せて。まだよ、まだやれる。ごめん、撤退するわ。私たちの旅は誰にも邪魔させません。
番なんだな。こいつでどうなんだな。そんじゃ生徒会活動を恥回復だ。この宇宙は私が守るんだから。お仕事、お仕事っと。無愛想じゃないんだから、さっさと。捕らえた。直撃だぞ。私たちの旅は誰にも邪魔させません。援護するぜ。俺の番なんだな。邪魔なんだな。嘘。俺は会長と頂きを目指す。支援なら任せてくれ。損傷甚大。まずったな。不愛想じゃないんだから、さっさと片付けるわよ。私たちの旅は誰にも邪魔させません。さあ会長のために頑張ろうっと。逃がさないよ。見えた。ちょっと私の出番ですわね。ほらよ。俺は会長と頂きを目指す。邪魔しないでくれよ。邪魔だ。ファーストスタートして。回復するわ。行きますよ、ヨダカ。私たちの道を切り開きます。進んで。当てられたか。邪魔ですわ。私レベルアップです。やらかした。さあ会長のために頑張ろうっと。当たった。ではエレガントに。
ースにして援護するぜ。この宇宙は私が守るんだから。お仕事お仕事った。そこ、ほっと、ステラギア、アストライア、道を切り開きます。行け。落ちろ。嘘、損傷甚大、まずったな。ファーストスターは伊達じゃない。なんだぞ。めんどくそう。捕らえた。わあ。かい。はいはい、そこまで。どういうつもり？あんたたち生徒会って言ったっけ？この際面倒だから。は？意味がわからん。あんたたちの噂は知ってるわ。お金のためなら略奪行為から傭兵稼業まで。ならここでドンパチするより私に雇われた方が賢い選択だと思うな。あまのだわか。笑えない冗談ね。まったく、せっかく命の恩人が譲歩してあげようってのに。アトラスの跡取り。言っている意味がわからないわ。それにあんたの左横腹の傷、あ、ベスタ戦役で負傷してピーピー泣いていたのはどこの誰だったかしらね。飛び出したあんたの腸を腹の中に詰め直して跡が残らないようにきれいに縫合する。わかったわ。あなたに免じて。物分かりのいい子は。ったく、ラム、引き上げるわ。もう少しでおし、うちのお財布を管理してる会計役としては。待って、ミンタカ、私たち協力できないのかな。あなたたちと組むメリットがないわ。最後に、あなた、ウラヌスよ、ウラヌス。成長で、と言ってもこの間には俺ら以外に。いいの、こういうのは雰囲気なの。たく、留守の間にメールを。ちょっと待ってくれよっと。一通だけ、会長のクソジジイから来てるぜ。よっ、ゲー、またこの前も顔出しに行ったばかりなの。ようやくしない場合は。開発中の試作兵器の完成のめどが立ったんで、俺らに運用試験をさせたいそうだ。タクちゃん、ようやくし、わかったわ。補給。オッケー、マク。ところで会長、GT ラボの捨て、まさか、月あらば奪うつもりよ。よく間に合ってくれたと言いたいところだが、一緒に着艦したはずな。
でもって卑弥呼には頼まれていた銀河堂の特製コップ。ありがとう。では改めて、オリジナルワンを奪われた後じゃ、ま、ですが卑弥呼さんたちのピンチもそれにしてもザム、返す言葉もない。己の力不足を痛感させられ、しかし太陽は沈むが再び昇る。まさかオリオン座のトリプルスターが私たちに敵対してくると。あの3人がアステリズムに参加、せめて協力してくれる。今まで出会った子は素直。生徒会がステラギアを諦めたとは考えられん。限界体制を。私、あら、今度の真実、私は天の川。補足すると、天の川は天の川造船の御霊場で。天の川造船、確かアトラス社名に造船とある通り造船業の老舗で、人類が。ですが私も皆さんと同じ。あ、危ない。ま、いつもありがとうございます。大丈夫。この子にとってはいつも。恥ずかしながら生まれながらの虚弱体質でして。ほら、挨拶は済んだんだから。さあ。ああ、ではそうさせていただきます。待って、天の川。さて、次どうせ暇でしょ。この後これで全検査し。よかった。ウラヌスさんって。そう。だからカンのクルー、特にそれとあんたの記憶の欠落のことだけど、おそらく証明は心因性記憶。過去のことを思い出せない逆行性健忘で辛い体験や。逆行性。すみません。読んで字のごとく。精神的なストレス。治療する。病気や怪我と違い精神的なものが原因である。そうですか。けど催眠やアモバルビタール面接によって記憶へのアクセスが改善する。でもね、月並みな言葉だけど忘れてしまった方が幸せな記憶。お願いします。たとえ辛い記憶だったと。もしそれまでに何か思い出。ありがとう。ところで先ほど。安心しなさい、ただのアメちゃんよ。誰がアメちゃん。あんたも食べ。あ、ちなみに一つさ。え、お金を取るんですか。当たり前でしょ、私物なんだから。それに稼げるところ。もしかして。そう、気に入った子たちに貢いでたらすごい額になっちゃって。はあ。さて、診察は以上で終わりよ。あ、ありがとう。私よ、たった今彼女のメディカルチェック。いつも仕事。それと彼女の記憶の欠落に関してだけど。それは助かるよ。いまだに。よってアステリズムにはボゾス社か。確か。納得できませんわ。オービタルリングには天の川造船もありますのに。天の川財閥とゾス社の関係は理解しているつもりだ。だが天の川造船ドックは。だが GT ラボの機密を隅々まで触らせるつもり。わかった。これでアステリズムはなんと。やあ、アイザック。ちょうどゾス社の造船場に行くようずっと。こっちもウラヌスからテラ君の身体処。ところでアイザック、管理部みたいなことを言うな。うん、まだ5日目。まだ5日目って。事態が主。アウト。しかおっと、そうだった。地味に。ちなみに、あ、追い打ちをかけるのはね。まさか組織の上に立つ者として。この部署アイザック狙いが多すぎでしょう。それで用事とはな。うん、もう匂いの。結論から言おう。
法務局のデータベースに船舶情報は登録済みで、まるで幽霊船だな。だが入港記録があるなら、この艦がこれまで入港し、アトラスが非公式の海賊部隊を抱えている。アトラスなら超重力推進装置を、あのタヌキジジイにまんまと騙されたというわ。もっともスターチャイルドを3人もか、本来スターチャイルドを発見した場だが、それをせずに一口、何年か前の地球、何いる。この間のことなら僕に任せてほしい。